北ドイツ関税同盟と南ドイツ関税同盟の間で結ばれた取り決め北ドイツ関税同盟は1828年にドイツで結成された関税同盟。後のドイツ関税同盟につながったプロイセンヘッセン関税同盟とも称する。1815年のウィーン議定書でラインラントを領土としたプロイセンであったが従来までのプロイセンとは陸地で接しておらず。 両地域間の物流を滞らせる要因となっていた。こうした中、1828年にプロイセンは、ヘッセンダルムュタット大公国と関税同盟を結成させ、両地域を経済的に結びつけようとした。しかし、こうした動きは、ドイツ連邦内の報告の警戒を招き、中部ドイツ通商同盟や、南ドイツ関税同盟が結成された。こうして、複数の関税権が、 ドイツ連邦内に生じたことは、ドイツ経済を混乱させた。プロイセンは、中部ドイツ通商同盟や、南ドイツ関税同盟に圧力をかけ、市場の統一を目指した。とりわけ、ヘッセンカッセル選定広告を、北ドイツ関税同盟に引き込んだことは、中部ドイツ通商同盟を分断させるとともに、ラインランドとプロイセンを結びつけるという、大きな意義があった。こうした経緯を経て、 プロイセンの主導によって、地域ごとの関税同盟は統合へと向かい、1833年3月の取り決めに従って1834年により、ドイツ関税同盟が発足した。ありがとうございます。